方で、それでは4島の返還を目指す日本が満足しないことを想定し、予備の立場として2つ目の案が検討されていました。ここには国後島と択捉島の港に立ち寄る権利を日本の漁船に与えることや、この海域での漁業権をしかるべき料金で提供することなどがオプションとして盛り込まれていました。この2つの提案について、ロシアの対日政策に詳しい専門家は、Вот эта информация является, на мой взгляд, довольно неожиданной и в чем-то сенсационной. また、日露関係に詳しい日本の専門家は、どういうふうにこう日本の変化を読むかによって、やはり国後択捉でのプラスアルファまではいかないとですね、いけないというのはあったと思います。2プラスアルファはあり得るという。そのボトムラインが、まあ、ソ連時代からあったという話だと思います。しかし、これらの案に日本が応じなかった場合に備え、方向性の大きく異なる3つ目の立場も準備していました。それは、領土問題に触れない全輪協力条約の締結を検討するというもの。安全保障や経済面の協力だけで領土問題には触れないという内容です。これら3つの提案とほぼ同じ内容が会談2ヶ月前にブレジネフ書記長などが署名した指令書にも記されていて、文書はこれに基づいて作られたとみられます。